を叶えることが君を幸せにすることだと思ってた。ここが一番安全な場所だよ。サキちゃんいなかったらマジでヤバかったよ。本当に今までよく生きてこれたね。お前さ、自分のこと才能があると思う？うまくいかない日々にもがき苦しんだ日々、私一番すごいって分かってるから。そんなわけねえだろ。咲ちゃんと別れてあげるべきだと思う。大丈夫ですか長くん？ごめんね。一番会いたい人に会いに行く、こんな当たり前のことがなんでできなかったんだろうね。それは生涯忘れられない恋。劇場